歌劇団参上。敵誰よ。情報通りです。さあ速攻で片付けてさっさと帰りましょう。よし、敵の資材は残らず破壊するんだ。みんな行くぞ。どれ資材。合体撃てんじゃねえっていう匂いがしてんだけど、ほら撃てる。どっかで撃とう。資材ってどれ。これか。あーくそ、散らばってるわ。ていうか多いなこれ。ここはこいつやっとくか。ほら、あの子。アイリス、頑張るよ。今日は2は進めたいよね。やったい声ってまだお預けです。お、来たー。マジ気持ちいいなこれ。最高。中に圧縮蒸気が入っている資材もあるみたいだ。敵も用意がいい。しかし全てそうとも限らないな。注意が必要だぞ。会話起こるかな。お、アイちゃん、アイリスの手紙ちゃんと届くかな。アイリス、もちろんだよ。アイリスが心を込めて書いた手紙だから、アイリスのお家にちゃんと届くよ。よっしゃ、よーし。早くココとママに安心してもらうためには戦いを終わらせないとね。うん、大丈夫。アイリスにはお兄ちゃんが、みんながついてるね。さて、鬼嫁は、こっちで行こう。結局、ちょっと分担になる、分担数がこう、分かれてやんないとダメだな。頼れるのは自分だけ。頼れるのは自分だけ。名人ですよ。いけー、レニー。ドーン。強いな、レニー。目標撃破。何も上がってないの強いな、レニーは。楽しいです。敵やった方がいいから、これ。おお、強い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 。うわ、多いわ、マジでこれ多いよ。来んなよ。さっさと真ん中あたりで合体打ちたいな、これね。合体は多分範囲あれでしょ？高低差関係ないでしょ、確か。あるっけ？なんや、あれ。出てくんのこれ。危ないぞ。資材の中に敵が入っているものもあるぞ。しかし敵の資材をこのままにしておくわけにもいかない。危険を確保で破壊するしかないか。どうよこれ、合体でいけるか。吹っ飛ばしたいけど、お、これは結構やれるが、それでもまだなんかもうちょい、もうちょいなんかインしたいんだよな。なんかもうワンクッション上で打ちたいっていうのは、まあ一本ずれてればこいつらも入ったから、まあいいや、撃とう。めんどくせえから撃とう。これ行くぞ。
だから何度も言うけど、具体的に何が起こってるかとか考えちゃいけないから、感じろ、何が起こったかは感じろ。愛の力だ。お兄ちゃんがいればアイリス何にも怖くないよ。強すぎ。よし、じゃあ行くか。ヨミさん何言ってるの。やめて、差し上げて。やりました。まあ、ちなみにアイリスのが一番あれだから、難解だから。ただ大人アイリス見えたからよかったでしょ。アイリスが大人になったら、やっぱ受定もモナムールしたらあんな感じになるってこと。見なかったで、いい範囲入ってるでしょ。出てくんなよ。楽勝です。楽勝です。あ、出てきてたんかこいつ。そうですね、これ。たださっきの合体攻撃割と効いてるな。あれあったのよかったな。ただ、ほんと欲を言えばもっと中盤で打つべきだったような気がするけど、ね、我慢できなかった。もうあれ。アイリス上に上がれるしね。いっか。モガミさんはこれをとりあえずやって、アイリスでやれるかもなってことで、こっち行くか。小上さんこっちからしか上がれないから、いけアイリス、すべてを滅ぼせ。ここじゃないとダメだ。いや入るな、これもう一歩前で入るな。強すぎ。頑張ります。すげえなあいつマジで。もうあんなん合体攻撃とかもクソもねえじゃん。あんなんこれ何あ、まあ殴っていいとしよう。レニアもここだな。あー硬いな、ちょっと。なに、何もねえ。ちょっと移動して殴ればいいかな。なんか移動前よりさ、上りが結構距離いけるよ。前こんな登れなかったの、絶対。でも、体重低いから。うわ、出てきた。あと2つ。あなたたちは黙って見ててください。カバー入れたらよかったか。あ、でも、レンにカバーしても意味ねえのか、今。てか織姫をかばっとった方がいいよね。うん、織姫あげるのむずいから。あー失敗した。痛えし、あそこ。あーもうどんどん湧いてくるよ。かばう織姫。移動。アイリスは霊力高いね。ただコントロールしきれん時が多いからあれだけど。アイリス頑張るよ。
あのこれやっちゃうな。上のやつは倒しちゃうか。アイリスが強すぎて全て持っていくのかな。あ、残った。わーいわーい、あと一つだよ、兄ちゃん。よーしよしよし、頑張ります。さくらくん、あ、でもあれぶっ壊したら終わりかも。あえて織姫上がっていきたいな。ワンパンくらい食らせてほしい。目標撃破。どうで、もう上がなくていいっしょ、多分メニュー。ここでいい、これ壊すな。まあいいか、終わりかな。ウェイ、よし、これで敵の基地を作ることはできないだろう。みんな、よくやってくれた。あとは敵を掃討するぞ。あ、それもあるんだ。ん？ただ、目撃。帝国感激乱目、なかなかやりおるわい。おい、出てきた。知見。お前は。そうじゃ、国機械御名手目次機。我々にも計画があっての。まあ、御領主つぐらいだから、まあ五人だろう。お前たちをこのままにしておくわけにはいかんのじゃ。死んでもらうぞ。目標、戦闘態勢に行こう。この前みたいにやっつけちゃうもんね。わしの計算は完璧じゃ。すべては我が手のうち。来るぞ。うわ、敵多いよ。まあ、でもいいや、合体しよう、合体。合体で全て滅ぼせるはず。全て打ち滅ぼす合体攻撃。段差があっても合体できる。これなら、いや待てよ。これどういう、あれどういう順番。大神さん、アイリス、さくらくん、目次姫。だったら、大神さん移動で、ちょっと鏡入れとくか、誰か。怖い怖い、ちょっとずれるの怖い。ちょっと十字キーで、行きましょう。まあ、織姫とかあげたいけどな。さくらくんにしとくか。で、ちょっと戻って、どうかな。ちょ、でも、ここかな。もうちょいこの辺で撃ちてるよ、ほんとに。そこで撃ったら明らかにダメだったら、じゃあここにすっか。これ防御して。で、アイリスで上に持って、で、そうなると、アイリスかばうのかね。まあいいや。これ全員届くんじゃないですか。あ、段差がありすぎると打てねえのか。なるほど、ちょっとずれてただけ。これ段差がありすぎるのかな。 ありすぎるな、ダメだ。ここじゃ撃てないということは、ここなら撃てる。どうですか？撃てる。あ、一体入ってない。けど、いっか。あいつは一体は。
こいつが必殺溜まってる時に打ってた方がいいから。行け。上がりたいけど上がれない。まあいいや。まあ目次も結構上にいるから、あんまりいきなり打ってこないのかな。あ、うわ。なんかあったような気がすると思ったけど、これがあったか。うわ、範囲広。サクトン君かばえるし、ん？バフかこれ。なんかあ、こいつらを強化するのか。うわ、一旦遅らしゃよかったな。そいつ、うわ、回復したし、これ最悪だ。頼れるのは自分だけ。レニー、うわ、そこ上がれねえのかよ。しアイリスワンパンでやれてほしいな、あれ。移動からのそれったおじさんの行為不安だな。あ、入るわ。あれ上でボコられねえかな、怖えな。あれ、あー、ありがとうございます、大神さん。飛んでてくる、飛んでてくる。あ、弱い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 。あー、でも織姫上がってねえから強い。でも王子も入ってないしもさ。あー、痛いな、自分。防御してれば食らわないか。うわ、そこにもいたの。多いな。地味に強いからこいつはやんなきゃダメだ。ボス特攻無理だな。いってー、何気にいってー。おい、サクラ君もいいけど織姫だよ。まあこれはちょっとちびっ子たちをやってくる。やつをやるのはその後で十分だろう。これは織姫カバイ通常、うん、あ、柔らかいよ。お兄ちゃんすごいすごい。アイスでやれたなこれ。さては、これ射程入ってるでしょかな。入ってる入ってる。で、いや強い。ねえねえ、褒めて褒めて。これがフルパワーアイですね。サクラ君もこいつ殴りたいな。でもレニーで届くかな、届くか。あの、殴れねえや、そいつは。目的流しな。ほら、66、十分。
隠して移動する。あ、逃げんのこれもしかして。おしゃおしゃっつって日本の男にかばってもらうなんて。いや、上がんねえの、上がんねえの、森姫って。頼れるのは自分だけ。え、さくら君にしときゃよかったのじゃん。まだあいつやんなきゃやる。こうやって逃げるな、なんか雰囲気的に。たぶん。これ目標撃破。カットロスタジオにいるな。いや、どうだろうな。いや、いいか。カットロスタジオに。歌え。移ろいゆく季節とともに。なんか逃げ締めまではさすがにたまらなそうだね。大丈夫大丈夫、そんな食らわない、そんな食らわないはず。どうっていうことはない。あー、いてー、準備。お兄ちゃん、いってー。こいつを逃がしてならねえ、ならねえが、まあまあの火だめを食らっている。叩きのめしたい。先に降りて、アイリスが止めよう、こいつを。これも計算のうちじゃ。運んじまえばいけるだろう。降りさせない。来た、行ったよ。よし、俺だ。俺は勝ち申した。頑張ります。ハジャー転生打てるしな、ね、それも残られたらもしてもさすがにそれちょっと打てませんって話だ、ね、ハジャー転生。削れ、削った。でいい。わしの計算の上を行くとは、さすが米田の集めた精鋭たち。してんの。まあよい、ここまで時を稼げば十分じゃ。運命の歯車は回った。逃げるな、全員。とどめさせねえな。目撃。今回はなんとか撃退できたけど。勝ってたんだからいいじゃない。それよりね、いつものやろうよ。そうね。やりましょう。レンには知らないから教えてあげますけど、この人たちは勝った後に必ず決めポーズするんです。祈祷する。待って待って、ダメ、レンも一緒にやるの。じゃあ行くよ。勝利のポーズ決め。いただきました。あー、もう今回アイリスよかったわ、可愛かった、癒し、唯一の癒し。おお、和む。それにしてもアイリス、本当によく頑張ったわね。和んでる場合じゃねえよ、米田のおじさんやばいじゃん。
ぱレニアイリスなんだな。レニはともかく日本の男はあまり当てにできないと思いますけど。相変わらず厳しいね、堀姫君。レニ、戦闘が続いて大変だったけど、これからも頑張ろう。別に僕は戦うためにここに来たんだから、このレベルの戦闘は完全に勝利しなくちゃね。あれ何か通信が入ってるみたいだな。私ちょっと見てきますね。コニーちゃん。なんだアイリス。アイリスとの約束覚えてるよね。なんだっけ約束。ああ、そうだったね。じゃあ、帰ったらまずデート。あー、きっぱり。一緒にお買い物して、一緒にご飯食べて、それから、それから、とにかく、ずーっと一緒だからね。はいはい、我ながらえらい約束しちゃったな。どうした、さくら君。何かあったのか。今、さきさんから連絡があって。米田長官が、米田長官が何者かに撃たれて。なんだって。支配人が撃たれただって。おい、スミレ。一体ガンナさん。スミレ。次回桜大戦2。ああ、お見合い。大正桜に5万の嵐。私は